昨日急いで作ったんで、別に中身なんてないです。自己紹介ですけど、いっぱい引っ越ししてます。で、アノテーション的なものに関わったのは、京都時代にホヤの、CDN プロジェクトが始まったっていうのが最初で、その後ホヤのゲノムプロジェクトがあって、その際に、カリフォルニアにあるジョイントジェノミンスチュートってところに行きまして、ホヤのジャンボリーを初めて経験しました。で、あ、これで日本に行っちゃダメだなと思って、カリフォルニアに留学しまして、で、いろんなゲノムプロジェクト関わったんですけども、それでいろいろ経験積んだってことで、沖縄のマリンジェノミックスユニットができた時に、移ってきたという、そういう経験でいろいろアノテーションプロジェクト参加しました。アノテーション、これ昨日も話ありましたけど、古いタイプなの、みんな集まって、世界中からみんな集まって、ゲノムがの遺伝子モデルを直したりする、ホヤのアノテーションジャンプって2001年にあったので、僕ここにいるんですけど ありました。で、これはホヤゲノムっていうのが別のメインの論文になったんですけど、その時のちいちゃい発見ですね。ちいちゃい発見を集めて、京都の、佐藤紀之先生のグループに、で、デベロップメント・ジーンズ・アンド・エボリューションっていうところに、アノテーションばっかりの特集号を、論文まとめて、小さい論文ばっかりをこうまとめて、1本出したっていうのがあって、似たようなことを、アコヤ貝、オイストに行った時、沖縄に行った時にアコヤ貝のゲノム決めたんですけど、それも今、もうこの時期だとそんなにその高い評価されるそのクオリティでもなければ、発見が大きかったわけでもないんですけれども、御木本とか、伊勢の、海洋、の水産試験場とかの、長い念願もありまして、いろいろ小さい発見っていうのは、この遺伝子あるかないかとか、やっぱり今まで言ってた通りの数だったねとか、小さい発見がたくさんあったので、それズーロジカルサイエンスをお願いして、みんなで論文を書いて、一本にまとめました。で、ここから分かるのは、これはもしかしたら協調型というよりは、トップダウン型になるのかもしれないですけれども、とにかく小さい論文でも出てもみんなでまとめて特集号を組めると、ちょっとした成果が、学者としてのその論文の成果になるから頑張ろうよっていうのは、アノテーションを前に進める一つの、システムになると思います。で、その時にそんなのじゃ論文にならないよっていう人が、多いんですけど、小さい発見でも積み重なって特集号になると、組めるっていうことはよくあるので、それはやっぱり、そこは調整型になるんだと思うんですけど、一生懸命交渉してですね、ジャーナルのエディターとかと、出すっていうのは一つの、大事な方法かなと思っています。で、ここから、アノテーションするっていう時に、何をするかっていうノウハウの、シェアの話です。で、僕の分野してるのは、エボデボっていう発生生物学と、進化を合わせる、エボデボ発生進化学という分野なんですけど、ここで結局喜ばれるのは1個しかないってことが、長い経験である時期に分かって、それはですね、みんな発生遺伝子と呼ばれるものにしか興味ないんですよ、集まってくる人たちが。で、発生遺伝子と呼ばれるものには、ざっくり言うと、転写制御因子と呼ばれるものと、シグナル分子と呼ばれるものに分けられていて、これはとてもありがたいことに、ほぼ、学者の知識よりも PFAM の方が網羅性が高くて精度も高いんです。で、だから PFAM 全遺伝子検、動物ゲノムを決めて全遺伝子検索してやって、で、その興味のある PFAM リストをあらかじめ作っておくと、もうそれだけで一気に、さっき言ったアノテーション論文のところまでたどり着くっていう、すごい特徴があります。で、場合によっては論文にするために遺伝子発現解析とか、インシュハイブリダイゼーションとか、実験も足さなきゃ論文にならないことはありますけれども、ところがですね、こんなことが分かっているのに、このリストがこのようにないんですね。で、作りました。で、もう十何年このリストを僕持ち歩いてるんですけど、もうどこでもものすごい感謝されるんですよ。ただの PFAM のリストなんですよ。僕が興味のある PFAM のリストっていう短いリストを持ってるだけで、どこ行ってももう神様のように扱えるのでですね、TF1 リストっていうのがありまして、たった30行なんですけども、こうやって、いわゆるホーメオボックスとか HLH とかの PFAM のこの ID がついていると。もうそれだけなんです。で、それぞれがいくつずつあって、それを、いくつかの動物でやると、その系統樹書けますから。で、面白いことに、このドメインのある部分だけを切り取ってきて、分子系統樹を書くと、きれいな系統樹が書けるので、その遺伝子モデルが切れてても関係ないんですよ。これが載ってるエキソンにしか皆さん興味ない。すごく都合がいい。
ところがですね、困ったことに、ジンクフィンガータンパク質っていうのがあって、ジンクフィンガードメインっていうのだけは、必ずしも山ほど数もありますし、分子系統できれいに書けないので、それだけを、TF2 というので分けてます。もうこんだけです。で、最初は1行これしかなかったんですけども、この3つも足してほしいという要望があったりして、ちなみにこの、十何年間ずっとこの、リストを抱え続けていますと言ってますけど、ちょっと嘘で、このリストに関してだけは皆さんどんどん訂正を言ってきてくださるので、少しずつ少しずつ回収されています。別にこれ秘密じゃないんでお配りしてもいいんですけど。っていうのが、転写制御因子の DNA バインディングドメインに関する、 DNA バインディングドメインで転写制御因子に使われているという知見が有名なものだけを集めたリストと言います。で、これをジーンオントロジーで DNA 結合ドメイン機能を持ってる、PFAM っていうのを集めてきちゃうと、これよりはるかに大きくなって皆さんの興味がそがれるんですよ。このリストはちょうど都合のいいところになっているところがミソなんです。で、シグナル分子のこの2つのリスト。で、これはちょっと苦労しました。集めてくる方法がちょっとなかったんですね。で、このリストの名前が GO04871 となっているのは、ジーンオントロジーの4871と8073というのが、多分シグナル、細胞間シグナルコミュニケーションみたいなジーンオントロジーと、もう一個はちょっと忘れました。分泌なんとかだったかな。で、分けると、大体、おおむね、取ってこれるところが分かってきて、それを削っていって、ウィントとか、ディシェベルドとか、都合よくこう集めてくれるような、シグナル分子用のリストっていうのもこう作りました。で、こっちがシグナル分子、ごめんなさい、こっちがレセプターですね。多分こっちはレセプター系が集まるように、まあ、工夫したような記憶があります。で、この4つのやると、まあ、都合がいいと。ところがですね、同じことを、他のことできるか、細胞間、ギャップ結合に関するものだとか、例えば、核、ヌクレオポアを形成する、遺伝子群のについても集めてくるために、PFAM のドメインを集めてくるってこと、方法は多分あると思うんですけど、そういうものをみんながどんどん作っていけば、すごく便利になると思うんですけれども、それは結構専門的な知識が必要で、まあ、これだって作るのには結構そんなに専門的な知識必要だと思うんですけど、まあ、精査していくのに、まあ、数年ずつ、まあ、かかっていったと。で、これは便利なので、とてもいいです。ただ、構造遺伝子に関しては、複数のドメインでできる遺伝子に興味ある人たちは、この方法はほとんど使えないということがあります。というのが、まあ、皆さんとシェアできるノウハウということで以上です。